スロット政権初スタメンの遠藤、 KOP の反応がこちらです。遠藤航がカップ戦ウエストハム戦にて先発出場。81分の交代ではサポーターから拍手が送られた。クアンサー遠藤ゴメス全然いいな。昨シーズンの怪我人多数の時のリバプール見てるみたいで懐かしさまである。今日のメンバーはほとんど控えなだけあって寄せが異常に早い。ほぼクロップサッカーで見てて楽しい。キエーザの赤湯に見慣れない。遠藤は普段フラーフェンベルフがやってる持ち運びみたいな目立つ仕事こそないけど、不用意なボールロスとしてないし、何より的確な読みからインターセプト等でボールを回収する役割は12分にこなしてる。フラーフェンベルフには勝てないけど、遠藤の良さが再確認できたし、ベンチ外にされても腐らないのすごいよ。日本人としてはリバプールにこだわらずスタメンで出れるところに、正直遠藤はつないでバランス取る役でマックとがいたらより縦パス入れてくれそうやな。前半遠藤チーム3位の 7.0 やで、めちゃくちゃ潰し効いてるし、ネガトラの反応素晴らしいよ。不運な OG 関与は仕方ないし全然いけるよ。遠藤はスロットサッカーの中でもずっと遠藤、良くも悪くもそういう選手だ。なんだかんだ遠藤安定してる。フラーフェンベルフとはやっぱり良さが違う。この試合見る感じウエストハムの方が遠藤が必要だな。コンディション悪くなさそうだな遠藤。クアンサー遠藤ゴメス全然いいな。昨シーズンの怪我人多数の時のリバプール見てるみたいで懐かしさまである。今日のメンバーはほとんど控えなだけあって寄せが異常に早い。ほぼクロップサッカーで見てて楽しい。キエーザの赤湯に見慣れない。